ワールドプレミアの一部リーグを上位に近い順位で後半に持ち越し、年俸がかなり安く抑えられているので、覚醒練習をがっつりし始めました。さらに世界で戦える力をつけたいところです。時は10年目の7月から再開。7月のキャンプはお金に物を言わせ、2回沖縄に入り浸ります。監督スタイルは、割と初期のスタイルのテクニコ、まだ上げていなかったのでこれを上げていきます。7月3週、カリームさんが訪問。オファーをしてきたのかと思いきや、保護選手の獲得を報告。うちにオファーしてくれたかと思って期待するからやめてほしいイベントです。下半期もワールドプレミアでガンガン試合をこなす日々、何回かフルで見ているシーンを流しているので、もうカットしますね。強い相手でも勝つことが多いので、上位をキープしています。育成の方も秘蔵っ子練習の選手を中心に伸び始めています。グラフに影響していくのか、楽しみでしょうがありません。その後ワールドプレミアを半分消化。5位という位置でした。十分やってくれています。9月、中村健吾と川口義勝が期限付き移籍から帰還、楽しみな2人です。入れ替わりで須田ニッチ、何気に期待している右サイドの選手と、まだピークが遠そうな服部、こちらも期待している選手を、サントスに送ります。多少でもいいので伸びてほしい。さらにそろそろトップ昇格をさせてみようということで、北山豪を挙げます。プレイスタイルを上げるには良い選手だと思うので、そういう部分でユースたちには期待ですね。9月に週には、街道が守備的サイドバックのプレスタを確立。さあ、チームカラーに合わせた育成がまだしっくりきていないので、だいぶ手探りな段階。はっきりしてからこの辺は取り上げるつもりですがまだです。10月、北山が合流、活動年数が長い若手を集めたいので、それに応えてくれるのなら大歓迎です。一度はがっかりさせられた、カリームさんの訪問イベントですが、その後、10月に再び訪問。今回は喜ばしい？オファー話です。オファーが来た選手は、フォワードの西方翔吾でした。放出してもやりくりはできそうです。どうしようかな。考えている間に、右サイドハーフの松波が帰国し、西方の移籍金ですが、54億。これは欲しいですね。放出してもいいなぁ。万世方っぽいので、これから育成はできそうですが、将来を考えると放出してお金をもらいたい、その気持ちが圧倒的に上でした。現在のシステムは 4-3-3 で、西方の代わりに野中がいるし、戦力ダウンはほぼありません。いいところに来てくれたと思います。チームカラー育成をメインにしていきたいので、こういう形でベテランを整理していけたらそれが理想になりそうです。育成がさらにはかどりそうですね。ということで北山をサントスに送り、多少実能力を上げてもらいに旅立たせます。その後西方が退団、かなりの大金を残してくれました。60億も収入が、もう使い道があまりないレベルに到達？その後、平塚龍馬が司令塔を確立。これは、狙っているチームカラーに必要なプレイスタイルなので、一人完成かな？その後は結果が出ます。J1 を圧勝、勝ち点100が何気に遠いのが悔しいところです。12月には、右サイドバックの田尻を放出、代わりがここもいたので、喜んでオファーを受けました。そしてワールドプレミアは、ある程度戦える状態を保ったまま、4位でフィニッシュ。十分やれていました。落ちなければいいと思っていたので、十分です。数年後の優勝を目標に、育成に集中できるということが大きいでしょうね。
4位の賞金は、3億円でした。優勝じゃないので少なめですが、問題なしです。10年目はこれで終了、成長確認に行きます。丸々10年やってきましたが、ある程度、今後の道筋というか、チームカラーを発動させるための育成、補強、そして覚醒練習で1ランク、2ランク上のクラブ目指す。それがこれからの目的になってくる、そんな思いになりながら見ていました。9年目との違いですが、ちょっと設定により画質の差はありますが、10年目、そこそこ大きくなっています。個人を見ていきます。キーパー園田はほぼ変わらず、特に覚醒練習もしていないので、そのままでした。ベテラン右サイドバックが移籍したので、主力となった小畑、そこまでいい選手ではなさそうですが、ピークはまだ先ですし、貢献してくれそうです。かなり大きなグラフになっている松葉、プレス対育成は攻撃的な選手主体になってきたので、育成はグラフのみでした。秋と豊作は、覚醒練習により、国を代表するにランクアップ。一回り上の男になっています。左サイドバックで使っていたナグも、そろそろリニューアルのため、彼も控えに回したいところですが、まだまだ戦力的には強いです。ボランチキだ、覚醒練習のみでした。そこまでグラフは大きくなっていたわけではなかったので、若手に負ける可能性もあります。少し小さくなった気がするタコ、最盛期を迎えていて、成長は望み薄です。近いうちに放出も視野に入れていくかもしれません。その名を知らぬ者はいないと言われ、そして司令塔になった平塚ローマ、クラブの柱として君臨しています。こちらもその名を知らぬ者はいないに上がった。エディット選手、まだピークになっていないので、プレスタも少し育成しつつ、ランクアップさせていきたいですね。早くもピークを超えようとしているの中藤を、いい選手なんですが、早熟タイプのようで、ちょっと厳しいですね。放出も視野に入れ始めています。まだキープしているゴンさん、若手に譲る時期が近いでしょうが、なんとか支えてもらっています。あと2、3年かな。マクネリー・トーレス、とりあえずと思って確保していますが、放出候補です。代わりの選手は結構いるので、序列は一番下かな。スター選手ですし、ピークはまだ先、国を代表すると言われるレベルなので期待しているスザニッチ、大きく成長しています。すでにかなり高い能力の川口義勝、メンタルも強いので、早くも使いたいくらいになっている選手です。割と長持ちしそうだと知ったのでプレス対育成もさせたサントス。サイドの選手を重視するチームカラーを目指しているので、しっかり育成しました。成長タイプは遅めであろう街道、かなり期待しています。大きく成長させ、プレスタの育成はカラー的に後回しですが、その辺もいずれでしょうか。右サイドの松並。スザニッチとのポジション争いに将来なると思いますが、ポリシーが遠いのでちょっと不利かもしれません。一気に主力級に成長していた中村健吾、平塚ローマがいなくなった後に、代役にしても良さそうですし、ボランチでもよし、すごく期待しています。世界屈指ですごくいいんですが、早いピークっぽいので放出候補のブラノフ、このまま来年退団になると思います。ユースから昇格の北山、チームカラーを発動するための育成もする可能性があるので、欠かせない選手になるかもしれません。そして服部、23歳ですが、まだピークはこれからなので、近い将来の主力として期待しています。その後、ターミナル駅を設置し、
このタイミングで川本鬼重、ヨバノビッチをトップ昇格させました。育成的にベストとは思えなかったのですが、プレイスタイルの育成のため、というのがどうしても大きく、攻撃的な選手に早くプレスタをいろいろつけたかったので、予定より早い昇格になりました。そして年間の黒字は、100億近くという経営面がもうほぼ問題なしとなり、11年目に向かうのでした。今回はここで終了します。11年目は、チームカラーの育成をしっかり定め、さらに上を目指して、目標に向かって走る年となります。ご視聴ありがとうございました。